皆さんこんにちは。ダイエットに欠かせない栄養成分がタンパク質です。肉や魚からしっかり摂りたいけど料理する時間がないと感じる人も多いですよね。そこでおすすめしたいのが豆腐です。高タンパクで低カロリー、調理しなくても食べられてお財布にも優しい魅力の詰まった食材です。今回は豆腐ダイエットの効果ややり方を紹介します。豆腐ダイエットの効果。ダイエットの基本は脂肪を減らしながらも栄養をとって筋肉量を維持することです。そのためには食事からタンパク質をしっかり摂取するのがポイントになりますよ。豆腐はこの目的にぴったりです。豆腐を食事に取り入れて健康的に痩せちゃいましょう。まずは豆腐ダイエットの効果を知っておいてください。脂肪の蓄積を抑える。脂肪の蓄積を抑える大豆サポニンという成分を知っていますか？大豆に含まれるポリフェノールの一種で、もちろん豆腐にも含まれています。食べたものに含まれるブドウ糖と脂肪が合体するのを防ぐので、ダイエットにぴったりです。特に最近注目されていますが、やっぱり大豆ってすごいんですね。中性脂肪を下げる。次に注目したのが大豆レシチンです。血中のコレステロールや中性脂肪を減少させる効果があるんですよ。健康診断に引っかかって、痩せないとやばいと感じている人にも豆腐は最適ですね。代謝を良くする。ダイエットや美容に欠かせないのがビタミン B 群です。大豆に多く含まれていて、糖質や脂質の代謝をサポートしてくれますよ。身近な存在の大豆にこんなにたくさんダイエットに有効な成分が含まれているとは驚きです。腸内環境改善。大豆がお腹にいいイメージはあまりないかもしれませんが、実は腸内環境改善に役立つのです。大豆オリゴ糖が善玉菌の働きを活発にしてくれますよ。腸内環境が良くなると、巡りのいい体に変わっていくのも嬉しいポイントです。低カロリー。豆腐は圧倒的にカロリーが低いです。木綿豆腐で200キロカロリー前後、絹ごし豆腐だとなんと150キロカロリー前後です。豆腐1丁を食べるのは大変なので、一人当たりの食事量に換算するともっと少ないですよね。ご飯を豆腐に切り替えるだけでカロリーオフと糖質制限が一緒にできちゃいます。血糖値を上げにくい。血糖値を上げにくい豆腐は太りにくいのはもちろん、腹持ちもいいんです。私も豆腐を食べるようになってから、間食が減りましたよ。ダイエットしたい、でもお腹が減るのは嫌だ、と感じる人は、ぜひ豆腐を試してみてください。女性ホルモンを整える。大豆イソフラボンが、女性ホルモンと似た動きをするのも見逃せません。豆腐を食べることで女性ホルモンのバランスを整えて太りにくい体づくりができますよ。豆腐ダイエットのやり方。満足感を得ながらカロリーを抑えられる豆腐ダイエット。効果的なやり方を知っておいてくださいね。主食を置き換える。これは一番簡単で効果的な方法ですが、
ご飯の代わりに豆腐を食べてみましょう。まずは夕食から始めて、慣れたらお昼も置き換えるといいですね。メインのおかずを豆腐にするのもいいですね。食前に豆腐。ご飯はやめられないという人は、食前に豆腐を食べましょう。豆腐で満腹感が得られるので、食べる量が減りますよ。好きなものを食べながら痩せちゃいましょう。ビタミンをプラス。タンパク質の代謝を高める野菜で、ビタミンを摂るのもおすすめです。色とりどりの野菜が食卓に彩りとビタミンを加えて、ダイエット効果もアップです。3食豆腐にしない。何事も頑張る人は、3食豆腐でいこうと思うかもしれません。これだと栄養バランスが偏り飽きてしまいますよね。まずは続けることが大事なので、無理はしないようにしましょう。いかがでしたか？お財布にも優しいのが豆腐ダイエット。近くのスーパーで気軽に買えて健康的に痩せることができますよ。豆腐ダイエットなら辛い辛い空腹感ともおさらばできます。早速今日から始めてみるのもいいですね。